改めまして竹中平蔵ですあのさあいよいよセッションが始まりますこの基調講演のセッションではこの後ネグレポンテ先生とカッツ先生とまあ、早々とある2人の先生からお話をいただきます、えー、皆さん大変楽しみにしていただいていると思うんですがその前に この3日間のセッション全体を通じての一つのまあ共通の認識というかプラットフォームを作っておきたいという意味で少し,少しまああの楽しみも兼ねましてこのオブレインストーミングセッションというのを持たせていただきたいと思います皆さんお手元に小さなこういう機械小さな何て言うんでしょうかリモコンのようなものをお持ちでしょうか でそれで実は皆さんに対してまあ、ミニアンケート調査を行っておいて皆さんの基本的な認識を確認しておきたいということでございますちょっと試験をしてみたいと思います試験をしてみます皆さんは未来に対して将来を見通す力を普通の人よりは優れて自分ら持っているというふうに思われますかそれとも自分は未来を見通す力を劣っていると思いますかそれとも どちらととも言えないいいうふうふに思いますかできるだけどちらとも言えないを避けていただいて自分は優れているのではないだろうかあの大丈夫ですから誰が押したか分からないようになってますのでで劣っているのが2番そしてどちらとも言えないが3番さあ押してみてくださいどうぞこれテストですから集計出ますでしょうかはい ありがとうございます皆さん、この結果どう思いますか160人の人が自分は優れていると思っていて57人の人が劣っていると思っている、えー、要するに皆さんは大変努力家であり自信家であり素晴らしいことであるということ66%、まあ、別の言い方をすると非常にアロガントであると。 いうことでありますのでこれは何のためにやったかというと登壇する皆さんそれを覚悟してぜひ良い話をしていただきたいということだと思います、OK、さあそれでは都市について少し共通の認識を確認したいと思います、えー、この質問について皆さんはどのようにお答えになりますでしょうか都市にはいろんな機能があります先ほど言ったように経済いろんな問題を解決していかなければいけないで人を集めるためのまあクリエイティビティその文化の要素がなければいけないそして えー、いろんな犯罪を解決していかなければいけない貧困を解決していかなければいけない技術を高めなければいけないインフラを作らなければいけないいろんなものがありますが全体として世界の都市問題、繰り返します皆さんによって都市問題の定義は違って結構です、全体として都市問題は解決の方向に向かっているというふうにお考えでしょうかそれとも悪化している問題が深刻化しているというふうにお考えでしょうか。これは2択ですすさあお願いします 1>, 1、良い方向に向かっている、インプロービング、2番、y、悪い方向に向かっている、ワー n ニング、さあ、押してください、お願いします、よろしいでしょうか、すごい、すごい、これはあの、これ、本当に自然な結果ですからね、<laughs> 政治的な圧力は加えておりませんので、これ、まさに本当に同数になりました。 まあ本当にこれ両面あると期待と不安が両方あるということだと思いますのでまあ本当にその意味ではクリエイティブにいろんな問題を議論する価値があるということなのだと思っておりますさあその上で2番目の問題2番目の質問に参ります2020年にオリンピックパラリンピックが東京で開催されますで実はあ、森記念財団の年。 研究所では都市政策研究所ではそのランキングを出しておりましてこのランキング、実は今,日今年のランキングは今年の今日の1時30分午後の1時30分に新たに発表されましたんですけれどもまだ現時点では明らかになっていないことになっているんですけれども、えー、2020年の時点で今、東京は4位なんですけれどもそのランキングは上昇していると思いますか下降していると思いますか現状維持4位のままだと思いますかさあ押してください。 いかがでしょうか4位から日本は東京は上がっていると思うか下がっていると思うかちなみにこのランキングはあの今の成長戦略安倍内閣の成長戦略の中のーキーパフォーマンスイディケーター KPI の中に含まれておりましてこれをまあ引き上げるということが実は政府の目標にも政策目標にもなっております。そのランキンキグどうううででししししょょかかかいいいががが上昇しててるる140下降しているが 47これパーセンテージで出すとどうなりますでしょうかはい56が上昇している実はですねこの質問をさせていただいたのは同じ質問を去年も一昨年も行っておりますでどういう順番だ結果だというと一昨年は上昇しているが73%だったんですねで去年それが59%ぐらいに低下して期待がやや低下したで今回は56%まあ これは有意な結果と言えるかどうか分かりませんがま決して上昇はしていないということになりますこれは一つのウォーニングかもしれませんまあしかし6割ぐらいの人は期待をしているという絶対数そのものは多いわけですのでそれも参考にしながらさあ東京がどうなるかということを論じていこうではありませんか次の質問に行きましょう 東京が今後世界ナンバーワンの都市を目指すために最も必要な要素は何かちなみに去年までのランキングでは圧倒的に実はロンドンが1位になりますこれは私が作ったインデックスによるとロンドンが1位になりますでニューヨークが2位になります2012年のロンドンオリンピックをきっかけにして2位であったロンドンが1位になったとそういうランキングになっております3位にパリがあって少し遅れて東京があるというのが去年までの順位でありますが東京が 1>, 1位を目指すために重要なのは何なのか経済力を高めることなのか1番文化力を高めることが2番技術力を高めることが3番インフラを整備することか4番さあ押してくださいもちろん全部重要ですけれども特に重要と思うものを押していただきたいと思いますさあ皆さんの共通認識はどういうところにあるでしょうかははいこれは圧倒的に2番 文化力を高めるる必要がある文化で劣っているそういう認識のように思えますがさあこれパーセンテージで出していただいてということですね2番の「文化が一等的に多いと」とこれ去年じゃなくて一昨年に実は同じアンケート調査をとってますのでそれと比べていただけますでしょうか。 この文化がやっぱり重要だというのは57%から56%ですからこれ非常にまあ引っ越して同じようなほとんど優位の差とは言えないということなのだと思いますえ若干低下してるのは経済力が19.6から13に低下しているとえ重要性まあそれは経済が当時よりは少し良くなったと。 いうふうな認識をお持ちかなというふうにも思いますただいずれにしても文化に対して皆さんが非常に強い関心もっと強くしなければいけないという関心をお持ちだということはこれはあのその数字そのものは私から見ると意外と高いしで高いままでずっと続いて去年からも一昨年からも続いているということではないかと思います次の質問ちょっと私の個人の趣味に基づいて質問をさせていただきたいと思いますこういう言葉があります 地図よりも羅針盤が重要である強さよりも復元力が重要である勉強することよりも学ぶことが重要である今の時代やっぱりその生き方の方針を変えなければいけない地図はなくなってしまうかもしれないでも羅針盤持っていれば大丈夫だとどんなに強いものを作ってもそれはやられるかもしれないから復元力が重要だと既存の知識を学ぶので勉強するのではなくて自分で学ぶことが能動的に学ぶことが必要皆さん重要だと思うんですが全部重要ですあえて皆さんが 自分のお子さんやお孫さんに、一つ示唆として教えるとすれば。どれでしょうか。一番、二番、三番。押してください。結果出ましたでしょうか。はい。一番が。ええー。羅針盤が重要だが七十一。 そして、えー、復元力が61 3番目が圧倒的に多くてこれはラーニングスタディウムのラーニングが重要であるということが一番多いと比率にしてみるとどうなりますでしょうか実はこの3つの言葉は両方とも MIT のメディアラボが掲げている1つの標語の中に入っているこれは9つありましたですかね全部で9つつののうちの3つで。 なわけです。で、どれももちろん重要で、実は私はよく個人的には一番をよく使わせていただくんですが、えー、これについて、えー、メディアラボのネクロポンツ先生や伊藤先生はどのようにお感じになったかっていうのは後でまたちょっと聞かせていただきたいと思います。あのこれ全部重要です。実はあの MIT のメディアラボはもうさすがでそういう重要な その項目を非常に短い言葉で掲げられているということを皆さんに知っていただくということもあってその中で特にどれかということをお伺いしたかったわけですけれども Le arning, learning, learning, learning ぜひこのセッションでも learning の力を高めていただきたいと思います五番目の質問を用意しておりますがこれはスキップしたいと思います <laughs> 皆さんで考えてください実は明日ですね産業競争力があって 五番目三極予想力会議があってあの安倍総理にお会いするんですけども、えー、結果を知ってしまうとちょっと会いづらくなるかもしれませんのでこれを五番はスキップいたしまして六番の質問に行きますさあ六、えー、番の質問これが最後ですのでぜひお答えいただきたいこれからの都市にとってアートやデザインの視点とサイエンスエンジニアリングの視点 どちらが重要ですかちょっとわかりにくいかもしれませんがこれも独断と偏見で皆さんなりに解釈をしてお答えください一番アートやデザインの視点二番サイエンスエンジニアリングの視点お答えくださいどうぞはい答え出ますでしょうかおーアートやデザインの視点がサイエンスエンジニアリングの視点より重要だと 実はですね皆さんこれと同じ質問を2年前に行ってます2年前の答えはこうでしたほぼ拮抗してたんですで2年前に比べてまあもちろん皆さんの関心ということですけどもアートやデザインの視点に重点があるということだと思います、えー、アートデザインそして都市問題を代表して実は これ以降のセッションを取じき切ってくださっているプログラムコミッティの方3人いらっしゃいますので、えー、それぞれに今のこを踏まえて自分のセッションにどこに注目していた,い,かいただきたいかということも踏まえてちょっとフロアのお三方すみませんが一言だけご発言をいただきたいと思います南條さん、長く話しすぎないように1つ、い大変いい結果だとあ立ちはだめな。<laughs> あの大変いい結果だと私は思ってますけれども <laughs> あのまあ非常に広く捉えるとやっぱりクリエイティビティって言葉になるわけでどのようにこの今の変革の時代の日本でどういうふうにものを見るかと今までの見方と違う見方をしてるじゃないとこれを言いたいわけですからあのいい結果だと思っていますはい、うん。とちょっっと言てください,い自分のセッションということであの、まあ、あのデザインを最の最定義ていうことを考えてますけれども。 デザインというよりはむしろそのいろんなものの見方で新しいものの見方を示した人たちを応援してますので、そこの中でなるほどこういう,ふうに見ると世界違って見えるなとこういうことを感じ取っていただけるといいなというふうに考えております。はい、伊藤先生お願いします。えっとさっきの結果がちょっと触れたのはきっと、はい、アートにデザインをついたかしたからちょっと役に立つような分野になったと思うんですけども、<laughs> あの確か去年このサイエンスとアートと あの工学とデザインという,こう4つを分けてこれ全部やる必要があるよねっていう話があったと思うんですけどもあの今年はまたそのテーマにあのこのバイオの,あのメタボリズムっていうのをあの加えてバイオそのものとそれがまあメタファーで都市やあの建築にどういう関係するかっていうあの少しこうサイクルになったあのイメージでいろいろ進めていきたいと思います。はい そこに注目皆さんもぜひあの伊藤先生のセッションに注目していただきたいと思います。市川先生私が担当します都市開発セッションは明日の午後2つあります。それで実はキーワードはですねグローバリゼーションのもで都市はどうなってるのかということでそこのキーワードは世界ほとんど共通の風景になってきてるんだとでその中で東京はどういう個性を持てばいいのかあるいはあるのかないのか。 今出てきたアートもデザインもエンジニアリングもあるんですけどそれに加えてそのキーワードは実は一言で言うとソフトパワーではないかとこれについてご関係の方々それからその中で実はそのフィジカルなものではなくて具体的な都市の運営がこれからの新しい個性を作るんだということでロンドンのケースニューヨークのケースそして東京はどうなるかということでお答えを出したいと思っております。 はい、えー、ありがとうございます。それぞれいくつかの、まあ、グループに開けたセッションが開かれます。えー、ぜひ、今のような視点を参考にしながら。そして、今日の、今、アンケート調を参考にしながら。ぜひ、皆、えー、さんに、この三日間を楽しんでいただきたいと思います。私にとっては、実は、皆さんの中の三分の二が。自分は人より優れていると思っているという点が、大変印象的でありました。<laughs> ありました。えー、それでは。 えー、ネクロポンテ先生と勝先生の素晴らしい、えー、キーノッツセッションから始めたいと思いますありがとうございました竹中先生ありがとうございました